侵食する木の根、怪しく光るキノコ。神殿の中は森と一体になっているようです。新しいアイテム、ビートルはリンクの届かない場所でも自由に飛んでいけます。ビートルはこんな使い方もできます。神殿の奥で待っていたのは魔族長を名乗る男、ギラヒム。圧倒的な力を持つこの強敵とリンクはどう戦うのか。